と潜水艦とイージス艦ではどちらが強いのか考えてみました。今回は潜水艦が圧倒的に強いのですが、潜水艦狩りができるのは日本とアメリカだけで、それらも含めて詳しく見ていきますね。 G7 広島サミットにゼレンスキー大統領が来日したのが超驚きです。イージス艦には高度なイージスシステムが搭載されていることから、その優秀性が喧伝されることが多く、軍事に詳しくない人々の間では、かつての戦艦や空母のように現代における最強の水上艦としてのイメージが強いと見られ、イージス艦を単艦同士で戦わせた場合一番強いのかとの質問がネット上で散見され、その中でもイージス艦対潜水艦ではどちらが勝つかとの質問が多く見られる。イージス艦として知られているのはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦とアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦であるが、日本の海上自衛隊においては1993年から就役して4隻が建造された金剛型護衛艦金剛、霧島、妙高、鳥海、2002年から就役した、愛宕型護衛艦2隻、愛宕、足柄、2020年から就役している最新型の、マヤ型護衛艦2隻、マヤ、ハグロの8隻が、いわゆるイージス艦として運用されている。これらのイージス艦とは、イージスシステム、イージス武器システム、AWS を搭載する、あらゆる艦艇を指す総称であり、固有の艦種を指すものではなく、巡洋艦、駆逐艦、フリゲートなど3つの艦種において、イージスシステムが搭載された艦すべてが、イージス艦と呼ばれ、その共通点は、以下の通りで、貧者のイージスと呼ばれる、NTU 回収艦のような数個程度の目標対応能力ではなく、十数個数百個という非常に、多数の空中目標に対する、同時対処が可能な防空能力を備えていること、高度に統合された戦闘システムを備えていること、フェーズドアレイレーダーを搭載していること、多機能レーダーの運用に重点を置いた船体構造であること、 VLS と呼ばれる垂直発射式のミサイルランチャーを搭載していることなどである。イージスシステムは遠くの敵機を正確に探知できる索敵能力、迅速に状況を判断、対応できる情報処理能力、一度に多くの目標と交戦できる対空射撃能力を備える画期的なシステムであり、このおかげでイージス艦は同時に多数の空中目標を捕捉して同時に交戦可能な極めて優秀な防空艦として、艦隊防空を主任務としているため、潜水艦と単艦同士で戦うというシーンは想定しにくい。ただし、イージス艦が搭載するすべての兵器は、イージスシステムのコンピュータを中核として連結され、イージス戦闘システムと呼ばれる統合システムを構築していることによって、イージス艦は、その搭載している兵器によって、対航空戦、対水上艦戦、対潜水艦戦など、戦闘のあらゆる局面において、脅威となる目標の捜索から識別、意思決定から攻撃に至るまでを迅速に行うことが可能で、対潜水艦戦においも、それなりの攻撃力は保有している。これらのことから、90隻以上の多数のイージス艦を保有しているアメリカ海軍においては、艦隊防空の他にも、トマホーク巡航ミサイルによる対地攻撃や対潜水艦戦など、様々な任務で運用されていて、それは海上自衛隊も同様である。ただ、海上自衛隊においては、8隻のイージス艦の他に、汎用型護衛艦ながら、ミニイージス艦とも呼ばれている、イージス艦に劣らぬ防空能力と、それ以上の対潜能力を持つとされる、秋月型護衛艦4隻、秋月、デル月、鈴月、冬月などもあり、VLS に、対専用アスロックを16発搭載している上に、
対戦哨戒ヘリコプター SH-60 キロを同時に機搭載して運用できる後部飛行甲板持っているほか、大容量の洋上通信システムや深度可変式ソナーシステムなどを組み合わせて行うマルチスタティック対戦線に対応する近代化改修を進められている。これは艦隊を組んで行動中の両艦のソナー監視のバルバスバウに設置されている音波探知機から発せられた発信音が目標から反響してくる音も受信して情報処理するものであり、両艦の索敵情報をも取得共有して攻撃するシステムで、これによって海中に潜む潜水艦を発見する可能性が高まっている。このように単にイージス艦といっても与えられた任務によって様々な形態があり、海上自衛隊の8隻のイージス艦を見ても対戦魚雷は全艦が搭載しているものの対戦ミサイルである丸7式垂直発射魚雷投射ロケットを VLS に搭載しているのは最新型のマヤ型イージス護衛艦艦マヤ・ハグロだけであり、初期型の金剛型イージス護衛艦金剛・霧島・妙高・鳥海ではヘリコプター甲板は設置されているものの、潜水艦の探知と攻撃に大きな戦力となる水戦哨戒ヘリコプターを搭載していない。また、潜水艦についても監視によって様々な任務が与えられており、ざっくり分けると水上艦艇や潜水艦への攻撃を任務とする攻撃型潜水艦と、核弾頭を搭載可能な潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を搭載して自国が核攻撃を受けた際の報復攻撃を実施するために、長期間にわたって海中に潜んでいる弾道ミサイル潜水艦とに分けられ、この中で原子力推進のものは別に戦略ミサイル原子力潜水艦と呼ばれている。その他、最近のアメリカ海軍では東西冷戦終結後、戦略ミサイル原子力潜水艦であったオハイオ級原子力潜水艦を改修して対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイルを154発も搭載可能な巡航ミサイル潜水艦という新たなジャンルの潜水艦を登場させている。これらの中で水上艦との戦闘を任務とするのは攻撃型潜水艦で、原子力推進のものとディーゼル機関と蓄電池などを併用したディーゼルエレクトリック方式などの通常動力推進の2種類がある。対水上艦船では長期間潜航し続けることができる原子力攻撃型潜水艦の方が待ち伏せ攻撃などにおいて有利との見方があるが、原子力潜水艦は原子炉冷却水循環ポンプや蒸気タービンによるブレードや減速ギアなど機関の騒音が発生し、水中では蓄電池と電動機で行動する通常動力潜水艦よりも静粛性に劣ると言われている。さらに、原子炉は常時冷却が必要となるため、海底に潜み待ち伏せ攻撃を実施する場合などの低出力下で自然循環冷却が可能であったとしても、通常動力潜水艦のように作動音を完全に停止して無音状態にすることができず、攻撃型潜水艦と水上戦闘艦との戦闘局面に限れば、静粛性においては通常動力潜水艦の方が有利となる場合が多く、必ずしも原子力潜水艦の方が強いとは言い切れないが、日本の潜水艦は静粛性においては世界トップクラスとされている。実際にイージス艦のみならず、水上戦闘艦と潜水艦との対戦は、潜水艦が水上艦の航路を予測して、事前に都合の良い場所の海底などに潜み、夜ばらず状態待ち受けている場合では、水上艦からのソナーや超音機などによる通常の対潜警戒で捕捉することは、まず不可能とされ、潜水艦から魚雷が発射されることが、戦闘開始の合図となる。
そのため、水上艦からは、潜水艦からの魚雷発射音を探知して、初めて潜水艦の存在を知ることになり、それに気づいた時には、もう、魚雷が間近に接近している状況で、まずは、通常魚雷であれば、回避行動でかわし、ホーミング魚雷であれ、バデコイなどを射出してかわしてからでなければ、潜水艦の攻撃に移ることができない。また、運よく魚雷をかわしたとして、潜水艦側では、その動きを予測して、次の移転で待ち構えていることが想定され、すぐさま次弾が発射されることになり、潜水艦との戦闘において、水上艦は、イージス艦といえども、圧倒的に分が悪い。もし、水上艦が有利になる状況があるとすれば、潜水艦が想定していた魚雷の移転から、遠いために移動する際に、運よく発見できた場合に限られ、これらのことから、圧倒的に水上艦が不利と言えよう。ただし、対潜哨戒ヘリコプター搭載艦であれば、危険海域では、常時ヘリコプターを進路上に飛行させ哨戒することで、移動する潜水艦を魚雷発射前に探知できる可能性があり、その場合は、ヘリコプターと艦艇から、同時に、潜水艦への先制攻撃が可能となり、潜水艦は、逃げ回るだけの展開となる。